おぉ、ハザードつけりゃいいってもんじゃねえだろお前は。ハザードが降ってきてんなこいつな。これで強い大統領の印象というか、はい、コロナにも負けなかったぞという回復なさった折には、はい、うんうんうん、と、もしくはあと、あの海外に対しても外交という意味でも、はい、結構トランプさん差別的に、はい、アジアから来たものだとか言ってらっしゃるじゃないですか、うんうん、そういう意味でちょっと中国ともギスギスしてるところもあるし、はいはい、